いやおはようございます。おっす、オラゴくん。というわけで今日はですね、私のこのいつも使っているバッグ、こちらを公開していきたいと思います。なんのこっちゃということだと思うんですけれども、私は自宅とこのプライベートスタジオ、2拠点で作曲をしてるんですね。2拠点プラス外で作業することもあるので、このバッグにですね、仕事道具がほぼ全て入ってるんですね。まあ、仕事道具全てといっても、もちろんこういったミキサーとか大きい機材は持ち運べないんで、モバイルでも作曲ができるようにということで、これ一つにまとめています。場合によってはこれプラス鍵盤を1個しょったりってこともあるんですが、今日はこの私のバッグを公開していきたいと思います。まずはですね、こちらです。パソコンね、この MacBook Pro 16インチですね。これもう最強カスタムになってます。はい、続きまして、アイロックと、これなんだっけ、 E ライセンサー、いわゆるドングルですね、ライセンスキーっていうのかを、このもうハブに挿した状態で持ち運んでます。で、ちょっとクッションのある入れ物に入れてると。もうこのクッションはもう10年以上使ってるので、かなりボロボロなんですけど、手作りです。綿を詰めてるような感じですね。続きまして、電源ケーブル、これは外で作業をするときに、一応予備で持ち運び用で持ってます。続きまして、バックアップ用のハードディスク、あんまりないんですけど、万が一データが飛んだ時のためにですね、日頃作業してるときに何月何日っていうので、バックアップを取ってます。で、続きまして、こちらはですね、 SSD ですね。これは編集用、動画編集用、 YouTube の動画編集用に1個と、スタジオ仕事の時のデータ持ち運び用のディスク2つ持ってます。で、これは SSD を使っているのは、やっぱり速度が大事なもの、バックアップはハードディスクでいいんですけど、どうしても速度が必要なものはこの SSD に入れてます。作業用ディスクって感じですね。ちなみにこの MacBook Pro も本体に SSD が、8TB かなあるので、音ネタとかは全部これに入ってます。結構容量の大きいライブラリーとかも、今はもうこれ全部入れてあります。なので SSD をつながなくても、基本はもうこれだけで音が鳴るようにできてるんですね。ここはもうお金がかかってでも速度重視でこういう風にしてます。で、あとはですね、小物、iPhone 用のこのスタンドにつけられるやつですね。あとこれはハブですね、 MacBook Pro の横にこう挿して電源、USB-C、SD カード、USB の 3.0 ですね、がつなげるようになるハブ。プラス、これもハブですね。USB の速度の速いハブですね。と、あとは、この USB-C と USB-A の変換ケーブル。これ意外とあると便利で、こっちにある SSD のケーブルは USB-C、USB-C なんですね。で、これでたまに、持ってった先で USB-C がつなげない場合があるので、念のためこの USB-C と USB-A のケーブルを持ち歩いてます。で、あとは iPad Pro、 こちらをですね、一応入れてます。こんな感じで、ちょっと画面汚いんですけどね、こんな感じでこれを持ち歩いてます。で、あとは紙資料ですね、仕事でやってる台本だとか、その他仕様書とか、そういったものを、持ち運んでます。で、これがだいたいもうカバンに入っちゃうので、こんな感じですよね。こんな感じで。で、これプラス鍵盤があれば、基本的に作曲はできるという感じです。あ、忘れてた。今これカバン入ってなかったけど、これプラスヘッドホンいつも持ち歩いてます。って感じで。じゃあこれで、このスタジオ来たら、どういう風にセットするのか、ちょっと流れを追って説明していきますね。普段は来たらこの本体と Mac 本体とこの iLock、 これを持ってですね、こちらマシンルームに行きます。こちらマシンルームにですね、もうケーブルがこうピロピロっと出てるんですけど、このゴム足がついてるところに MacBook Pro をこう置きます。で、この iLock もサンダーボルト3のドックですね、ここに、iLock 挿します。
で、これらのドックがつながってるサンダーボルトケーブルを、これ向き逆だったわ、サンダーボルトケーブルをつないでいきます。よいしょ、つなぎました。まあ、今一応電源プラスサンダーボルト3本って感じですね。これなんで1本じゃないかというと、この片側で 40GBPS、 こっち側でも 40GBPS なので、分散させてやらないと転送速度が追いつかなくなったり、つなげる台数制限が出てきちゃうので、こういう感じに分けてます。で、電源を入れると。で、そうするとこちらの PCIe シャーシ、ここに PCIe カードが刺さっていて、まあ、ここに今入ってるのはあれかな、ユニバーサルオーディオの UAD2 のカードが刺さっていて、で、続いてこっちに同じく PCIe シャーシがあるんですけど、こっちは、Pro Tools の HDX カードというのが刺さっていて、で、これで、処理をする DSP が乗っていて、そこからこのオーディオインターフェースにつながっていくという感じになっています。はい、という感じで、今接続して電源入れたらこちらの画面に移ります。もうここでデスクトップのように使えるので、このミキサーに音声が入っていて、この MIDI 鍵盤も接続されていて、で、ここにちょっと見えないんですけど、サンダーボルト3ドックがまたここにもあって、USB だとかそういうものが手元でも使えるようになってます。あとちょっとここにもまた見えないんですけど、 DVD とかブルーレイのドライブがここに置いてあります。ノートパソコンだったものが巨大なデスクトップシステムになるという感じですね。じゃあちょっと試しにプロツールス立ち上げてみますね。はい、という感じで、今接続してプロツールス立ち上げました。今これプロツールスのアルティメイトというシステムで、先ほどの HDX カードというのをつなぐとレイテンシーがゼロでレコーディングできるようになるので、もうプロのスタジオと同じ安定性の高いプロツールスが立ち上がります。こんな感じで、ミキサーにこう全部接続されていて、タクも使って、普段のレコーディング作業ができるようになるという感じですね。はい、という感じでですね、このプライベートスタジオに来た時は、ノートパソコンと iLock ライセンスキーをこう挿すと、このシステムが全部使えるようになると。で、これで家に持って帰る時は同じくこのバッグを背負って家に帰って、ノートパソコン1台をサンダーボルトにつなぐと、また自宅にあるこういったディスプレイとかキーボードとかが使えるようになるって感じなんですね。なのでよくデスクトップパソコンをメインで使っていて、で、外出るときはノートパソコン持ってくっていうパターンもあるんですけど、そうするとそのサブ機のノートパソコンの方でデータが共有できてないとか、データの取りこぼしがあるとか、あとはクラウドにデータアップしてると、そのデータをこう受け渡すのにすごい時間かかるとかということがあるので、私はこのメインマシンを常に持ち歩いてて、メインマシンの中に全部その音ネタのライブラリも入ってるし、何一つ取りこぼすこともなく常にメインマシンが使えると。で、ここにスタジオに来たらレコーディングも全部できるし、で、レコーディングしたらそのまままた持って帰れるみたいな、というようなこのスムーズに作業ができるようにシステムを構築しています。まあ、という感じで、ノートパソコンをメインマシンにするとすごい便利なこといっぱいあるんですけど、これ一方でマシンスペックがデスクトップに比べると、限定されてしまうというのがあるんですよね。例えば SSD を16TB ぐらい積みたいとかって言っても、今現状だとこのノートパソコンで 8TB でもマックスなんですよね。まあ、8TB あれば十分だろうっていう人がほとんどだと思うんですけど、まあ、そういったハードな使い方をする場合は、なかなかこれはデスクトップマシンにしないと難しいし、あとは CPU の速度に関しても、今私が使っているのはインテルのプロセッサーなんですが、やっぱりデスクトップのモンスターマシンに比べてしまえば、まあ、物足りない人もいるんじゃないかなと思います。ただ私は今現状使っている分には、こういったレコーディングは HDX システムを使っているので問題なくそのゼロレイテンシーで撮れるし、 192K の256トラックぐらい使っても、今のところ問題ないんですよね。で、オーケストレーションする場合も、まあ、今のところ困ったことはなくて、まあ、そこにはそのやっぱり軽い音源を使ったりとか省エネルギーでできるようにもう断捨離をしてですね、選んで使っています。
というわけで今日は、作曲家和田貴文の、カバンの中身大公開ということでですね、皆さんいかがだったでしょうか。参考になるようなならないようなというところもあると思うんですけれども、このノートパソコンをメインマシンにするというメリットが、ちょっとお分かりいただけるんじゃないかなと思いまして、この動画を作りました。今日もご視聴ありがとうございました。